今回のバレル研磨仕上がりです、簡単に紹介します。こちらはクロベラのタンブルです。クロベラ水晶タンブルで、こちらが和田峠、長野県和田峠の黒曜石タンブルで、こちらは山梨県クロベラの黒水晶のスライスですね。でこちらがサザレ、クロベラの水晶のサザレ石です。でこちらが糸魚川の、マガタマですね。翡翠のマガタマで、こちらは倉敷の煙水晶の、タンブルビーズとタンブル各種ですね。大きなタンブルで、小さいの穴が開いてます。でこちらが乙女水晶の、マガタマなどなどで、モニュアのアメジストのスライスで、こちらのが光別の蛍光パーですね。結構大きかったんですけども、もう細かくなっています。大きいのもいくつかあります。であとは荒川鉱山のですね、アメジストのスライス磨きです。でコイン型にしたやつも何個かできたんですけども、結構割れてしまいました。割れたのはまたルースにして穴を開けています。以上、ざっと、今回の新作になります。こちらの方は、ですね、次のミネラルショップに持っていく予定です。